はい、オリオンです。今回の雑学はこちら。はい、人間に発情期がないのはなぜかと。動物は発情期が決まってますが、人間は発情期というものがない。なぜなのかと。動物の発情期は春から妊娠期間を遡った時期に発情期を迎える。そして交尾をする。人間はというと、産んでから育てやすい時期に出産することは特に重要でない。集団の生活をするようになり、食べ物を簡単に手にできるようになったから、現在では好きな時に発情して交尾できるようになったので、その必要もないと。はい、ということです。